どこで見れるかだって、何で見れるかだって。ええ、ちょっと、これ言うとね。炎上するからな。これやると。言っていいのかな。あんま切り抜きとかね、しないように。うん。一回しか言わないからよく聞いて。m u t b 年間1500円。m u t b はい、m u t b で見ます。え、みんなこれ面白い僕らは結構好きなんです俺は大好きなんですけど。 <laughs> マジで。あの、<laughs> 一生やるんで、はい、一生やるんで、皆さん、今日あと8回やります。<laughs> <laughs> あの、どこで見れますかコメがある限り。そう。うん、この下りっていうか、ノリはね、はいあの、死なないので。死なないんで、本当に <laughs> いや。俺らのこれ止めたかったら、どこで見れますか <laughs> コメントをまずさせないこと。<laughs> <laughs> 間違いない。そう、うん。お前らが悪い、本当に。 全員の責任ですの、ね、で。<laughs> うん、世界一のサブスクです。この世にあるコンテンツ全部見れます。うん、ユナイテッドに関するいや、シティ対バルサも見れます。<laughs> <や>アーサル対リバプールも見れます。MUTV で。最強です、マジで。プレチャンシートにヨップは来ません。 あ土曜日のね。そう。はい。プレちゃんシーズンのヨップはちょっと。申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。僕はあれですけど。ちょっと今回は、私と、はい。え伊藤を。はい。まあ、プレちゃんの2番手たち2人で。ちょっとプレちゃんトップは今回お休みするんで。僕はベンチですいや、ちょっと申し訳ない。まあ、ターンオーバーです。伊藤、俺らはまあ、休むけど、今度ヨップの全国ツアー。 五大、五代アリーナ。<laughs> 始まった。俺の友達が来てくれるかどうか埋めよう。もう5万人ぐらい。<laughs> そんな知り合いねえんだよな。はい、始まりました。始まりました。だって、グリートもう一個なかったっけ ?26 の前。

ああ。オッケー。ヒートンさんが、ヒートン先生が。まあ、試合慣れしないか。<laughs> まあ,あ、しゃーない、しゃーないまあ、しゃーなんか。うん。もうじゃあなんで今日こんなのじゃないのなんでだろう、ね。普通にヒートン使いたかったからみたいなのが。まあ、じゃあ休ませたいんじゃないああ、なるほどね。腕ゴール背番号変更やりますかね。いや、ないと思うけどね。8番でいくよ、10番アクハラと言って。 おおすごいおお。おピ !PK だお<ー>あアマドいいなぁ。アマドいいなーいや、マジでいいんだよなアマド。アマド動き悪くないぞ。マジでサンダーランドのキングだからな <laughs> サンダーランドキング。ヤマド一人で打開しました。ヤマドが乗ってきたねいや、ちょっとね、ライ、某ライバルアントニーさんが。 うん。うん、スルスルいけるよね。スルスルいけるね。なんだろう。評価一番上げた説あるかな。お、マジナイテりの中で。うわ、まあ、やっぱレンジャー戦がダント突で良かったのと。はい,はいはいはい。これもこういうね、今のもあったし。来たキング・ラッシュフォードおー。さあ見せてくれ。ファンに捨てる老いから教えをこいだ。<laughs> ちょっと見たいな、ラッシュの。みんなラッシュフォード、結局は。見とけ、これ。 全部ラッシュほど手柄でいいっすか決まったら。いや、まぁ、折半にしましょう。おぉうまい見事でございます。ラッシーくんが、ラッシーくんが、まずは。生で見てー、マジ <laughs> <laughs> 日本来ねえから。いや、現地行けよ。<laughs> 確かに。オルトラで、現地行ってこいよ。いやー、見れましたね。いや、まぁ、あ、アマド、いい手柄。持ってきました、ね、これは。 ま、ほとんどま、9割がダね。ラッシュのおかげですけど。<laughs> 点が入ったのは。ゴールしたから。ただ、ま、あ1割ア、アマドね。なるほど。あるんで。ポジ、ね、ション違うけど、アマドはギグスの11がいいな。あー、11ね。11開くね。開けます。確かに、やっぱり、俺も。悲しいユニフォーム。これね。<laughs> これよ。ははあー。これは攻めた結果。でも、11から9は読めないよね。 いや、俺、あれだら、じくるぜ。じくぜ。が、うん、絶対つけると思ってた。急な。うん。いや、そうさ、いい番号からいい番号に変わることってあんまなくない確かに。ちょっと俺がやっぱね、うん。あのー、あまりにもソすぎたっていう。<laughs> <laughs> え、でも、それは、俺は読めない。仕方ないと思う。うん。なんかそのね、22とか買って急になりました、さ。うん、そうだよ。まあ、それはもう全然あり得るけど。うん、雑誌とか読むの言う、ね、ユネクソで。 お、おーお張りアます。ルークショーイチオシの、おーお,そうおーそうおーうわー,ーこれはまさかいや止まらねーぞえぞ、ー、ちょっとこれアマスリアルちょっとやばいな。アマドエグーなんだこいつちょっともう。これ、ちょっとこれ、<laughs> 右のスタメンマジであるな。 もうアントニーよりゴール決めてるじゃん。<laughs> ユナイテッドで。ちょっとそれだけあんま言わないでほしいんだけど。<laughs> アマドが来ましたね。これマジで、序列かなり上がったんじゃないここのアマス君もね、うん、これはスーパーだわ。流れてきた球を。うん。ここから。おぉ<ー>うわ、速い。すごいね、これ。これはすごいわ。 内周だね。いいんじゃないか、ちょっと。期待できるな、アマド期待できるね。これはもう、今年右まじで、ファーストチョイスでいいんじゃないうん。宝物は。宝物見つけたよ。ここにあったんだよな、これな。いや、すげえわ。ディアロさん、これは。アマドディアロ。う <laughs> ん。なんか、トラオレとかも読み方あるんだっけなんか。アマドトラオレ。 アマドトラオレ。長いよね、確かに。そうそうそう。トラオレって呼んで欲しくないみた。あった気がする。いや、マジでスミスロは悲しい、もう本当に。なんか、お、おこほら、誰風見ろさんです。風見ろさん。あ、今日、テいっぱい見れますね。てか、ここ、ボックス内のくせに風見ろ振りすぎない折り返しの割に。ドフリーでしたね。ドフリーでしたね。複雑なゴールではないでしょ。決めたことは嬉しいでしょ。決めたことそれ全然。アマドはマンチェスターの畑から取れた右ウィングです。かっこ違うと。 アタランタだっけアタランタ。アタランタからだよね。うん、やっと花開いたね。花開いたね、マジで。だってファンデベイクとか、ファンチョよりも先輩か。来たの。確かそうだよね。ファンデベイクとかと同期だよね。うん。あの。あーその時期ぐらいだ。その時期よ。懐かしい。ピリストリーとか。リストリー。ファンデベイク、そこら辺と同期だからな。アマド結構高えって言われてたけど。高かったよ。だって、うん。 やっとだもんね、花開いたのね。うん。クロップとクロップのウップコンビ結成にも楽しみにしてるね、と。ああ、ありがとうございます。なんかクロップがね、監督引退するらしくて、ちょっとプレーチャーもオファーかけようかな <laughs> スカンドキャリアー。<laughs> オファー、オファー出します、うん。オファー出してみようと。ちょっと、クロップとやりたい曲いっぱいあるんで。同説 <laughs> 半端ないことになるな。同説半端ないことになる。でも全部日本語叩き込みます。<laughs> <laughs> こクロップはね、ちょっと。 勉強してもらえるゆるでもオーカロンどうもクロップです <laughs> <laughs> いいね。見えるわなんか絵が、絵が想像できるね、みんなね。あの、ニコニコの笑顔で。かわいがらす、たまやこです。かもしュどうも、伊藤です。ロールユナイテッドどうも、エっです。ゆるでもオーカロンどうも、クロップです !4 人で、プレジャンです <laughs> いいねおもろいないいねいいね乗ってきたわ。乗ってきてねオファーを出します。 とりあえず、編集とかもしてもらうんで。<laughs> クロップに。動画編集とかやってもらうんで。あ、編とさせるんだで。で。で、月15からさ。あの <laughs> 来るか、もう。<laughs> ゆるげんクロップ、年間1500円。え、1500円で使い放題クロップを。サブスククロップ。え、マジでありがてぇ。ありがてちょ,ちょっとクロップやに買ってきたとかいいでしょ、それ。<laughs> パシリ。ありがてえ、クロップ1500円使えんだ、マジで。だから、マジでジャパンツアーのね。ああ、そうよね。リアプル呼んできてとか。クロップがマジで。ズブズブになれますね。そう、ズブズブになれるし。メリットしかないな。逆に、クロップ側にメリットあるかでも、プレちゃんと一緒に仕事できるっていう。知らねえだろ、極東のな。 いや,いやそれクロップオービン。<laughs> OGS とか呼ぶかも、マジで。呼ぶかね。討論とかしてもらう、マジで。<laughs> OGS クロップとど、どうする誰か呼びたい人いるあと。えー、ジョゼじゃないジョゼエゼリはいいっすかうまいわ、ちょっとまだ、まだ気づいてないんで。いや、だあの時どう思ってたのか、みたいな。あー、いいねちょっと聞くか。うん どういう思いでえ、どう思ってたって。<laughs> ぶっちゃけ。ぶっちゃけトーク。うないエミリーとぶっちゃけトーク。結構いい企画あるな、これな、マジだ。まあ、フヘルとコンテ。うん、ちょっと、あのー、FC で戦ってもらうの。<laughs> ゲームん。<laughs> あの時の決着をつけよう。うん、それな、真の仲直りいうか。そう、真の仲直りさせるっていう。うん え、今日は、ちょっと、ね、あの、いがみ合わないの <laughs> やめてくださいよ、りょうさんもうそれ、マジいじんないでくださいよなんで敬語らんの出ているとコンテが。<laughs> いじるの禁止みたいなのもそういう脇やええとして、タンネル作りたいですね、俺ね。もしユナイテッドが日本ツアー来たら、え、ヨップが恥ずかしそうに、えー、GGMU 歌ってる姿、そうしたら笑っちゃうと。<laughs> ユナイテッドちゃんと。 でも、そういうとこって、こいつは恥ずかしがりこいつはなんか腕組んでニヤニヤしてるタイプよ。しねえ。しみじみとしてるタイプだよ。<laughs> そんなことねえよ。そっか、でもお前、なんか、来日した時とかも含めて、ユナイテッドの試合、生観音したことないのか見れたことないんですよね、うん。そっかそっか。いいな。私はセレッソとかあったな。あー、はい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 。カゴメとかが、スポンサーついてたから。2013年。そう。大阪あるよね、確か。 大阪でやってたっけあとは横浜じゃないであーやってたよ。ああ、でやってた。日産でやってた。マリノスと。そう。<coughs> いや今年は見に来てな。俺もウルトラはやっぱ見てもん。ああ、そうですか、やっぱり。<も>お<ー>おすごいマクトベル<ー>いやー。いや、揺らいでても来週ほしいな。いやー、来ないんじゃないかな、もう。国立パンパンになるんじゃないもう。 ユナイテッドサポーター含めてまあ人は多いからねシティ対ヴァイルンが確か一番ああど,どんぐらいだったん ?6 万いやもうパンパンじゃんパンパンぐらいまでいった,たあれ国立ってキャパ何人なんだっけ ?7 入るんだっけあれギリ行かないんじゃなかったの7弱ぐらいでも普段ねウルトラでそれぐらい集めてますからね、うん、ユナイテッド見に来る人は多そうだなやっぱりそうなんでまあ最近はなアメリカとか 東南アジアばっかやけどね。そうだね。スパースで5.5集まるら5.5。5. 5びっくりしましたね、俺は。めっちゃいた。うん。正直そこまでどうなんだろうっていう不安の中であんだけ集まるんだっていう。アーセルとか埋まりそうだけどな。アーセルはやっぱそうだね。うん,うん。まあ、アーセル、だからビッグシックスはもう、うん、5は行くよ。間違いなく。そうね、あれで確信したかも。スパースの。うん、確信した。 どこ来ても、チェルシーでも、行くだろうしなめちゃ行くと思、ね、うよ、ん、普通。可能性ある。じゃスパーズのね、凄さは何なんだろう。あの、ちゃんとの声量だよね。あれはね、もう多分、なかなか、だから、ユナイテッドとかリバプルとかアーサルって、ちょっとしたなんですよ、この、なんか、怖そうの数的なところで、うん、なんか、その、あの声量出せるかどうか、怪しさ、いや、出せるか。いや、出せるんじゃないかな。出せるか。 スパーズはあれ出したのすごかったもんな。ニューカッスルもすごかったよ。ニューカッスルすごかった。うん。やっぱプレミア人気上がってるわ。うーん、俺もそれ思ったね。うん。裏方の清盛りですね。<laughs> えええええ <laughs> え,えアントニー。どうしたアントニーどうしたえ怪我してた え、でもなんか痛めてたよね、それね。え,<っ>えちょっと待ってくれ。おい、どうなるんだよ、これ。何が起こってんだ、ユナイテッド。ラッシュ、アントニーがこの試合で持ってかれたうわー。やめよ。<laughs> まあ、45分を全力で <laughs> やるみたいなのでもいいかもしれない。うん ええ。ーうわぁ、マジか。でもなんか、どっかで接触あったのかなそこまでなんなんだろう。えぇ、ー、みたいな感じじゃなかったけどな、うんまあ普通に自分で歩いてたしな掴、うん、みづらいって、ワセホイールン実力感が。<laughs> もう、もう次の探してるから。<laughs> そして、タイトルゲットでございます。スナドラカップ優勝。はい。ミスタードラゴン。 ミスタードラゴンズ。<laughs> それ、中日ドラゴンズみたいになってるんすけど。ミスタードラゴンズになりました、これで。どうでした今日の試合は。いやー、いい選手が。何人か。見せてくれましたね。特に。まあ、アマド君みたいなんですが。まあ、リアルはもう、期待できるね。うん、相当相当。1点目のあのシュートがすごかったしな。うん、あ、じゃあ2点目か。あ、あと、怪我が心配かな。そうだな。ラッシュとか。うん,うん。アントニーとか。そう、ラッシュアントニーが。 そこだなぁ。まあ、長引きはしなさそうなんだよね、二人とも。うーん特にでも、アントニーとかわかんないからなぁ。うん。マジで。